どうもこんにちは、仙台アリメンバーの奥田です。今回は応募者の大半がふるいにかけられるウェブテストの解説企画になっております。まずはウェブテストの中でも一番出題頻度が多い SPI についてガイダンスをいただいて、次に問題演習のパートでは特に差がつきやすいとされている場合の数推論というテーマについて SPI の第一人者の方に解説いただきたいと思います。ということで自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。 SPI の対策講座とかキャリア科目の授業を普段大学でしています、キリュと申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。2号発のケンティです。本日は僕も何もわからない SPI を開発していただこうと思います。お願いいたします。はい、ということでウェブテストが通らないとせっかく素晴らしいガクチカや志望動機があっても土俵に乗れないということで、しっかり対策していきましょう。はい、ちなみに概要欄から動画で解説したテーマの練習問題と回答集を無料配布しておりますので、皆さんぜひダウンロードして一緒にやってみてください。今日はこの SPI 初めて見る人とか情報知らない人もいるので簡単にお伝えしていきます。筆記試験の種類にはなんと大きく3つありまして、ざっといきますと、企業に行ってペーパーテストで受けるもの、あとはテストセンター、各都道府県に必ず1つはあります。こちらの方に行ってパソコンで受けるもの、あとは自宅からパソコンで受ける、この種類があります。で、最後のやつはインターネット経由なのでウェブテストって名前ついてんのね。で、来年就活が始まったらどれが一番使われると思う、ケンティ君？僕がやっぱり一番知ってたのは一番下の PC とかで受けるウェブテストと思ってました。思ってたでしょ、はい、実はね、来年の就活が始まったらおそらくテストセンターが一番多いと思うよ、はい、本人確認があるから一番公平性が保たれてるのね、はい、そしてからウェブテストって、こんな流れになってると思います。まあ、もしかしたら今はね、監視型っていうのが増えてるから自宅で受けられるかもしれないけども、いずれにしてもテストセンターが多いと思います。インターンシップってなるとちょっとハードル高いじゃん。なのでほとんどがウェブテストという形になります。で、このウェブテストっていうやつだけども、一番よく使われてるのはこの2つです。名前がいろいろあってさ、なんかごっちゃになっちゃうんだよね。まあ、簡単に言うと SPI のウェブテストがウェブテスティングです。で、このちょっと名前が変わってるね、玉手箱っていうのも別の会社のテストになるのね。これだから違う種類のテストになります。大体この2つをしっかり対策してれば大丈夫なんだけどさ、なんかこう見分け方が分かったら嬉しくない？嬉しいです。そうだよね、こっち勉強しててこっちになったら嫌じゃん。これは実はあの URL を見れば判定可能です。企業からメールが送られてくるから、そのアドレスを見たり、もしくはポチッと押したリンク先見たら判別方法が分かります。このアロールはって書いてたら SPI だって分かるし、 Web1 みたいに始まってたら玉手箱みたいに判別できるので、スタート押さない限り大丈夫だから、それ確認して、あ、やばいと思ったら戻ってきたらいいからね。そんな風にね、対策してみてください。ウェブテスティングと玉手箱の違いって何なんですか？あのね、まず会社がリクルートさんと SHL さんって違う会社なのね。だからだいぶタイプが違うし、あとは出題範囲も違います。こんな感じで出題範囲がだいぶ違います。このね、ウェブテスティングの方が範囲がほら広いじゃん。こんなにたくさんあるし、玉手箱はもう表の読み取りばっかりだから、まずは SPI の範囲が広い方を対策しておくのがいいかな。玉手箱だって分かったら集中的にそこを取っかかるのが一番時短です。苦手な人にこれを見せると、先生ちょっと多いとかって言われちゃうんだだからまあ5つ絞っておきます。まあ、一番重要なのはやっぱ推論だね。もうこれ花丸でもいいと思います。あとはまあ損益算とか確率、表の読み取り、割合、この5つはね必ず押さえておいた方がいいと思います。ただ問題集をまあ初めからやるとほとんどが推論からスタートしてて、これ一番難しいんやんか。だからほとんどの人が挫折するのね、そこで。それが一番もったいないの。だから勉強する順番は割合からスタートしてみて、それでから損益算、これ普段でね、生活の時に使ってんじゃん、お買い物の時とかね。次は場合の数かな。で、慣れたから推論をやるのがおすすめです。
せっかくなので今日は実際に推論、あとは倍の数、この辺を用意してきたので、はい、皆さんにご覧いただきたいと思います。で、あと合格ラインもちょっとお伝えしておきます。企業によって高めのところと低めのところがあります。みんなが憧れる超有名な企業は 11% ぐらいしか受からないから相当ハードルが高い、B2B とかあまり知られてない優良企業とかだったらちょっと低めかなと思いますので、その辺は皆さんの志望先企業合わせてね、目標設定するとおすすめです。最低でもやっぱ54は欲しいかな、大手を狙うんだったらね。みんなまずそこから頑張ってみてください。皆さん筆記用具を用意してみてください。実際にね、問題を解いていただこうと思います。それでは画面切り替えていきますんで、皆さん、はい、頑張って解いてみてください。よーい、はい、スタート。5人グループが大安な中3人選び1つになりたい。うわー、これ難しい。何これ、5人いるじゃないですか、人が5人いて、その3人をね、3人選んで1つ並びたい。うわ、これ僕だったらもう全部ね 1,2,3,4,5 ってやって、このここから3人選んで、待ってください。じゃあ待ってください、これは 数式で表せます。5分の3ですよね。まず5人中3人だから5分の3で、5分の3ですよね。5分の3たくさんやりたい。あ、どうしよう。1,2,3,4,5 だからもう ABCD います。 ABC… ケンティ君、全国の皆さんが見ています。やばい。ABCDEF の人がいるんです。 ABCD いいか。で、じゃあもう1個ずつね、まず ABCACB ダメだ。どうしよう、待って。じゃあ5分の3を5分の3、ここまでです。カン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 。これがですね、就活生のあるあるです。あ、よかった、ね、あるある。そう、いきなり出たら、もうパニクって、もう今、ケンティ君がやったみたいにパニクって出ないわけですね。答えは60通りでした。これね、椅子は3つなのよ。で、はい、5人座らせるだけっていう話ね。はい、そしたら、一番左の入れ方っていうのは、5人いてるから5通りで OK。ほんで、その次は1人いなくなっちゃうから4通り。で、はい、さらに減って3通り。これをかけるだけで答えは出ます。そう、はい。そう、これだけだったんだよ。で、まあ、これをね、難しい言葉で 5P3 なんて言うんだけどね。並べ方はこんな風に掛け算するだけです。ちなみにね、この問題を解いてて、コンビネーションっていうのをね、頭に浮かんだ人がいるかもしれないね。それはね、選び方っていう方で、これもせっかくなのでちょっと補足しておきます。順番とか気にしないで3人を適当に選ぶっていうのは、こんな分数使います。右側が3なので3個ずつ数字を持ってくる。で、5を先頭に5、4、3、3を先頭に3、2、1で、ブシュブシュと約分していくと10通り。こんな風に単純に選ぶのはコンビネーションを使ってください。初級、中級、上級とちょっと進めていきますね。ではいきます。今のもヒントになってるからね。それでは参ります。次、よーい、スタート。まずだから、これは椅子が2個と1個があるのか。わかりました、わかりました。で、8人いる。選ぶ。わかりました、わかりました。はい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 。待って、選ぶですよね、多分これ。ナイスアシスタント、うん、ナイスアシストよ。男女は8C3 なんですよ、本来ならば。ちょっと、ね。おぉ。でも、引っ掛けですよね。これはきっと分かってます、僕は。だって、男子2人、女子1人ですから。ってこと、あ、分かった。5C2 と 3C1。すごい、なんか英語が入ってて、なんか新鮮だね。ですよね。いや。で、この2で、なんだこれ、あっちですね、ですね、ですね。で、5、4、3、2、1で、きた。これで 3×2 で6でしょ。6ですよね。で、6。で、5C20。20×3 は60。60×2 は100。120。で、60。でしょ ?60+6 は 66! 66通りです、これ。ファイナルアンサー?ファイナルアンサーです。はい。では、ちょうどタイムアップですね。では、答え合わせします。
答えは30通りでした。よかったね、この動画見てて。よかったです、ね、本当に。そう思ってね、そう前向きに、分からなかったら対策すれば OK です。そのためにねこの動画があるんだもんね。そうケンティ君が言ってたみたいに、今回党が大事でね、3人連れてくる話なの。生き物係って知ってる？みんなこれで連れてくる。そしたら5人から2人連れてくるから 5C2、 この計算をすると10通りだったのよ。計算間違えた。慌てるとそうなんだよね。パニクってたね。パニクってました。で次は女子、そうそう、ボーカルの1人女の子連れてくるので、まあ、3人から1人連れてくるので 3C1 の3通り、はい、よかったのよ。だからそこまでは。ああ、めちゃくちゃなんか変な計算したんですね、じゃあ。そう。でね、この10と3を、こんな風に男子バーッと選んで、女子連れていかないといけないじゃん、ボーカルの女の子はね。だから3通り、3通り、3通りっていう風に分かれるから、ここは掛け算だったんだね。おー、うん。こういうのがね、キーワードとして頭にあると解きやすいと思いますよ。5C2 を10にすることができなくて、分母と分子がどうなるかが今分かってないんだよね。はい。まあ、じゃあ動画を見返してください。ぜひぜひ。じゃあもう一つ実は上級の問題があるので、もう一回言ってみましょうか、はい。もっと欲しいっていう中華生がいますんで。それでは参ります。よーい、スタート。よーし。うわ、椅子が何個あんだこれは。じゃあ、なんだこれ、まあ、とりあえず椅子は5個あるんですよね。椅子は5個ありますと。1、2、3、4、5、5個あります。で多分本来なら、うわなんだこれ、そうちょっと難しいよこれは。これちょっといろんな上級だからね。うわちょっと僕ちなみに おかずだと鮭が好きですね。はい。鮭が好きなんですけど、だから鮭とおかかとツナマヨがあって、待ってください。イメージしやすく。イメージしやすく。はい。一旦イメージしやすく。はい。そういう戦略です。で、はい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 。おかずの方が多くない。うわ、わからん。どういうことこれ。そう、それおかずの方が多い方がいいよね。ポテトサラダに唐揚げとかね。そんな感じでね。唐揚げいいですね。唐揚げめっちゃ好きなんですけど。じゃあ、待ってください。おにぎり3種類、おかず4種類、5種類は選ぶ。セロミン1種類は入れた上で。確かに絶対これ、あれですもんね。おかずは多い方がいいから。手が四角だけ書いて止まってます。はい。これ。実はもうここでタイムアップです。うわ、結構ね、できてる人にはどんどん難しくなるっていうのが、このウェブテストとか SPI の特徴です。最初はね、結構解きやすいんだけどね、だんだん難しくなるからね。解説で一問多く学んでください。はい、答えは15通りでした。ケンティ君が言ったみたいに、5つ選ぶのは OK だったのよ。ただ、おかずの方が多いっていうだけで、すごくぼやんとしてるじゃん。具体的に何個と何個なのかがわかんないじゃん。そこを考えるのがポイントだったんだね、実は。はい、おにぎりとおかず、例えばメモしておくとわかりやすいね。おかずの方が多いとか。そしたらさ、具体的に何個と何個があると思う？ 2 個と3個ですよね。あ、そうそうそう。他には？ 1 個と4個。そうっていう風に、1個と4個、2個と3個みたいにちゃんと書き出せばよかったんだね。3と2とかって思いついた人いるかもしれないけど、小と大っていうのがあるから、ダメな時はさっと消したら OK でした。っていう風に具体的に考えた上で、さっきの問題、生き物係みたいに感じで選んでいけば OK でした。だからパーッといくと、おにぎりを3種類から1個選ぶと 3C1 で、おかずの方から4つとも選ぶって言ったら、これは 4C4。 さっきみたいに枝分かれするから、これを掛け算して3通り。そしたらケンティ君2段目いきますよ。僕2段目、3種類のうち2種類選ぶから 3C2 です。はい、次は、はい、4種類のうち3種類選ぶから 4C3。 ナイス、ありがとうございます。そして、はい、それを掛け算したらいいんだね。こんな風に出てきたやつを最終バラバラになってるので足し算してまとめると、これが解き方です。ちょっとおかずが多めな時と、まあバランスがいいやつ、これを寄せ集めるっていうことで最後は足し算します。じゃあ最初のさえできれば。そうそう、これがね、おにぎりとおかずとか他の英文法の問題になったりして項目が変わるだけなのね。
英単語の問題と英作文の問題とか項目が変わるだけで、やり方は全部一緒です。だからよくあるパターンなので覚えておくといいと思うよ。次、じゃあ推論っていうところ行っていいですか？はい、よりむずくなりますよね。わからないよ。でも推論の方ができる人もいるからね。じゃあ、よーい、スタート。PQRST の国に、ただし到着はいない。P は Q のすぐ後に来た。R は来てから S は来たのに、人に来たが S は来たのに。T、T 君はどこから来たんだ、これ。待って、あ、わかりました。P、P 君は Q の後すぐにいた。ですよね。で、R が来てから S が来るまでに一人来たが、S は最後ではないらしい。だから5個箱があったら、これ4個だ。5個箱があったら、ここに S は絶対いない。で、R が来てから S が来るまで。で、R と S には絶対一人いるから、R が来てから S が来るまでに一人いて、で、P は Q のすぐ後にいた。ってことはここに T がいる。 T は2番目です。はい、では答えは2通りでした。ナイス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 。すごい。推論といっても頭で考えるだけじゃなくて、しっかりメモしながら解くのがいいですね。例えばこんな風に 1,2,3,4,5 だけは書いた上で条件整理だね。今回だったら P の方が後、2つ目の方も文章長ったらしいけど、はい、こういうことだね。そうですね。 R ほにゃらら S みたいなね。で、S は最後じゃないってなったら、ここにちょっと5番じゃないとかね。こういうのも付け足しておく。そしたら、まあ、どっちでもいいんだけど、こっちの方が大きい、こう、積み木みたいな感じ。3つの R ほにゃほにゃ S の3つの塊だから、そこを主軸に書き出すのがいいね。こんな感じ。一番左寄りの時。そしてちょっとずらしたこれ、最後ずらしまくったこれ。ただ最後は S が5番になっちゃうから、あ、これはいらないなって判断してもいいですね。これを書いた上で残りのところにこの Q と P、 これをパコって入れれば OK でした。下のやつは入れれないからダメだな。そしたら残りの T はどこかなっていう話でここにピュッと入る。じゃあこれが答えってことね。はい、それでは最後、じゃあこれをさらに難しくしたのを皆さんに最後にお出したいと思います。では行きます。お願いします。よーい、スタート。よし、 P P、Q、R、S、T があります。 P は、うわ、なんか明るくなってる。明るい順から、明るい順ですね。わかります。あ、え、なんかできそう。 P は Q より明るいんですね。はい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 、もう分かってますよ。こうやって P は Q より明るい、P は Q より明るいで、Q は R より明るい、Q は R より明るい。で、S の次に T が明るい。うわー、なんかできる気がします。この S と T がミソなんですよね。こう S と T を、1、2、このね、S、T。あ、ダメだ、待って、どうしよう。あ、待って、P、ん？多分できますよ。1,2,3,4,5。さっきの先生の教えがあれば、僕はもう何でもできるんです。1,2,3,4,5。いやいや。ST、ST、ST で、あとどこだ？あとどこだ？あとどこだ？ここじゃない。ここじゃない。え、で、ここに、P、Q、R。え、P、Q、R。え、どういうことこれ？え、P、Q、R。え、どういうことだ？何番目の可能性がありますか？だから。うん。何個でもいいよ。え、来た！じゃあ、はい、2番目、4番目、え、これなんで一緒なんだ？別にもう一個あるんじゃない？そっかそっか。え、じゃこれは一緒。あ、そっか一緒か。ここもあるんじゃない ?ST、ST。やっぱ、あ、ここか。ここ。ってことは ?P、Q。どう、できた？できました。はい、どうぞ。2番目と4番目です。じゃーん、正解。あー、卒業です。ありがとうございます。ちゃんとね、こう教えを守ってるのが素晴らしい。はい、そう、やっぱ書き出すのが大事だね。これめっちゃ大事です、これ。皆さん、これ、うん、マジこれやった方がいいです、皆さん。はい。そう、P の方が明るいとか、はい、Q の方が明るい、まとめちゃうと PQR、はい。で、S の次に T が明るいってことで、はい、ST がくっついてる。じゃあ、このくっついてるやつを、一番前、次、ちょい、ずらして、さらにずらして、
この4パターンかけてたら完璧。そして残ってるところに PQR、PQR、PQR、PQR。それで今回ちょっと違和感あったね。明るい順番から何番目っていうことなので、はい、あ、ここの2番4番だなっていうことでしたね。これをまあ1分半ぐらいでダダダッとやらないといけないから、ちょっとここは訓練すればいけると思います。そう、やればできるからね、こんな風に。知らないだけなので、ぜひぜひみんな勉強したり、実際にウェブテストの問題解きながら、こう実践積んでほしいなと思います。それであのプレゼントでね、あの練習問題もお送りしますので、よかったらそちらもね、皆さんにだけあのお届けしますんで、ぜひ活用してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この解説くださったテーマの練習問題と回答集っていうのはいただけますので、復習がてら自分の身にするためにもやってほしいなと思います。はい、ということで、ケン、初めてやったと思うよ、ほんまに解いてみた。そうなんです、はい。で、実際どうだった？なんかマジ最初は SPI、うわ、もうなんかめっちゃ難しい数学の問題解かなきゃいけないと思ったんですけど、いざやったら、やり方さえ分かればできちゃうんですよ、SPI って。上級問題ですら、教わればなんかもうサラサラってできたんで、できる気がしますね。あ、いいね。はい、まずその気持ちになるってすごい大事だから、うん、初めから苦手意識とか持った方が、この動画を見て、はい、あ、自分も自分でできるじゃんってなってもらったらすごい嬉しいなと。本当になると思います。はい、思います。ということで、キユさん、本当にありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。ということで、また次の動画もぜひ見てください。はい、せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。